赤組はガンちゃんこと岩本京平さんの18番シャキラさんのモノマネを送り出したいと思います。これほど完全無欠のモノマネはないやらしね。しかしね、ねえ、何度聞いても伏瀬さんじゃない人が歌ってるというのが信じられませんよ。いや、岩本さんですよこれ。そうなんだけど、じっくりとお楽しみいただきましょう。岩本さんですよ。違います。私もわかる。シクラメンの香りです。岩本さんですよ。ガンちゃんだよ。うるさいな。真綿色をしたシクラメンほどすがすいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように振り向く君に倒して過ぎて行きました。疲れを知らない子供のように時が二人を追い越してゆく。呼び戻すことはできるなら僕は何を真綿色したシクラメンほど悔しいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように振り向く君に行きました。疲れを知らない子供のように時が二人を追い越してゆく。呼び戻すことができるなら僕は何を知るだろう。
ガンちゃんのモノマネは俺より上手いんでね、はい、ええ、最初見た時びっくりした、はい、ええ、あ、そうです、あれこんなの出てなかったのにな。もう、ね、ご本人やから確実にこっちが勝ったと思ったら、いやでもね、やっぱ最高ですわ、また出てて、ね、ところがね、こんなの見たら全然違いますやん、ここ違うけど、ここだって私の16歳の頃のモノマネですから。そうですよね。今も40歳ですから、そんなによろしくお願いします。どうも、感動ですね。いや本当ですね、俺舞台好きやったんです。あ、そうなんですか。舞台好きです。僕はあのねのねに憧れてたんですから。やめてよ、赤頭はやめなさいって。青なこと言うな、引き合いに大事なこんな時。本当にありがとうございます。みんなこれペンキーさんと僕も会えるとは思わなかったですよ、ね、皆さん喜んでくれて嬉しいですね。いや、これは素晴らしいことですね。じゃあ得点参りましょうか。はい、それではまず赤組の点数をお願いします。